はい、どうぞお願いいたします。キングダムハーツシリーズ最新作キングダムハーツリコーデッドの PR 大使タレントの小倉優子さんです。よろしくお願いします。ゆうこりお願いします。ゆうこりよろしくお願いいたします。かわいい。さあ隣でちょっと変わった声を出されているのはアメリカザリガニのお二人です。よろしくお願いします。どうもお笑い芸人です。かわいいありがとうございます。今日の衣装はもしかして。そうなんです、ちょっと早いんですけど、ハロウィンを意識してきました、ハロウィンを意識して。やはりそうですよね、はい、まだハロウィンまでは1ヶ月ちょっとありますけれど。そうですね、まあ、ちょっと早いんですけど、うんうん、もう秋なのでハロウィン気分ですね、はい、でも大丈夫です、下にちゃんと見えないように入ってるんで。いやそこを取ってるんじゃない。取材の人はリボンを取ってあるわけ、ね、よくこういう時ってなんかパンチラとか。いや違う違う考えすぎ考えすぎですそれは。あの人たちはみんな取材の人。そうですよね、失礼しました、はい、初心者の私でもだから今までのシリーズを知らない人でも、はい、うん、入れるというか、ね、だから誰がやっても面白い作品なんだなって思いました。そう、ね、そう、一番誰が好きかちょっと選んでいただけますでしょうか。一番ですか。はい、一番です、迷うな、うん、ちなみに皆さん何ですか。空、ね、空、うん、空ね。じゃあ私も選びきれないんで、みんなに便乗しちゃって、じゃあ私も空くんで、はい、便乗して空くんということで、はい、うん、どうです、実際にもし空のような人がいたら。あ、もう想像しちゃってる、想像しちゃってる、ちょっとだけいいですか聞かれてるのはゆうこりんです。モダイナさんの何がキャーだまあ年齢は関係ないので、うん、まあ、空くんみたいな人が本当にいたら、うん、付き合っちゃうぐらい、うん、付き合ってくれるなら僕はアクセルが好きでしょでしょ、アクセルかっこいいよね。さすが、俺もアイスキャンディー食べたいもん。もうここアクセルいいでしょ、ああいう感じいいでしょ、私にはどうすることもできないみたいなね、いいでしょ、すごい。そうなんですよ、お前みんなのハートをガッチリキャッチャーやから。いやでも俺ハートレスやから。ハートレスダメです。うまいね、ねえ、いや、せーの、光よいなぁ。いやー、これは私はさっき本当やらせてもらったばっかりなんですけど、でもいっぱいディズニーさんのキャラクターも出てきたりと、うん、もう今までのシリーズを知らない方でも楽しめるということなので、うん、私もやるので皆さんもどうかやってみてほしいなって思います。はい、ありがとうございま